なかなか痩せられないよーっていう方、いつもストレッチばっかりやってしまっている方、今回は安心してください。たった10回で痩せる体を作ることができるプランクパイプというのを紹介していきます。プランクといえば、肘をついた状態で体をまっすぐ保って、こんな感じでやっていくエクササイズなんですけども、これを今回は応用されたプランクパイプという、より筋肉に効かしやすい、腰を痛めにくいやり方になってます。どんなエクササイズしたらいいかわかんない。動画を見ながらいろんなエクササイズやってるけど、自分のフォームがうまくできてるのかわかんない。そういった方は、今回のプランクパイプをしていれば、フォームが綺麗になって、エクササイズで使う筋肉を的確に使う体ができていきます。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、全身の筋肉使うためにおすすめな、プランクパイプというエクササイズを紹介していきます。エクササイズをする前に、メジャーがある方は、おへその下あたりを測ってみてください。おへその下のウエストが1センチ減ってれば、だいたい体重が1キロ減ってるっていう感じになりますので、ただ動画を見てエクササイズをするだけではなく、自分の体の変化に気づいて、より楽しくエクササイズを行ってください。今回は、プランクパイプ、さらにレベルがアップされたプッシュパイプ、その2つをより効かすための腰のストレッチを兼ねたフォーム、この3つをやっていきます。時間がかからないことですので、スマホを置いたまま見ながらできるエクササイズになってます。一緒に頑張っていきましょう。それではストレッチから入ります。はい、まずはうつ伏せになります。脇の下に手をついて体を持ち上げます。スマホは顔の下に置いといてください。この状態でお尻を出すんですけども、お尻を出した後に腰を丸めながら、腰が反れたままではなく腰を丸めながら肩から膝までまっすぐ、お尻を締める、お尻を出す、丸める、肩から膝までまっすぐ、お腹が下がらないように、前ももが床につかないように、お尻が出ないように、体がのけぞらないように、肩から膝までまっすぐ。これを一緒にまず5回しましょう。これをすることで骨盤を後傾させてお腹に力が入れるコツがつかめます。そして肩から膝までまっすぐにすることで、そこからブレないように体幹が身につきます。この分をまずやっていきます。息を吐きながら、ふーう、ここで吸います。5回行きましょう。いきます。1、2、腰を丸めてからお尻を締めて、ピッ、3、お腹をしっかり締めて、前ももがつかないように、5、 OK です。そのままプランクパイプ10回やっていきます。スマートフォンは顔のところに置いてください。まずはプランクの体勢を取ります。ここから体を持ち上げます。これでお尻を上げる、さっきみたいにお尻を締める、締めてプランク、お尻を上げる、お尻を締める、プランクっていう風に10回、一緒に頑張りましょう。これは全身使えます。そして二の腕も使えます。太ももの前、腹筋、背筋、様々な筋肉が使われますので、とても効率的なエクササイズです。一緒に頑張りましょう。この体勢に帰ったら呼吸を吸います。動くときはふーっていう感じで吐き続けます。もしもこれ辛いよって方はですね、膝ついたままこういう風に行ってください。それではいきます。スタート。スマホ見ながら、1、ピタ、2、ピタ、3、腰をしっかり丸めて、し、5、6、7、
いい感じですよ。8、腰をしっかり丸めて、9、ラスト、10、 OK です。それでは上級編のプッシュパイプでいきます。その名前の通り、プッシュアップした状態から後ろに体を伸ばす、お尻を丸める、この体勢に戻ります。これはちょっと上級なので、胸と二の腕の力弱い方は体が上げれないかもしれません。無理をしないでください。できる方はとても効率的なエクササイズですので、一緒に頑張っていきましょう。10回いきます。スマホを見ながらやってください。それではいきます。1 2 3、腰をしっかり丸めて降ります。4 5 6 7 8 9 10。 OK です。お疲れ様でした。すごく簡単なエクササイズなんですけども、体がもうすでにあったかいと思います。これはどこかの部位だけ辛いってことはないと思うんですが、全身使えてるエクササイズなので、こういったエクササイズを毎日10回やってみてください。それだけで体幹が身について、お腹もへこみやすくなって、体が一日あったかい状態保てれたり、何かエクササイズしよっかなと思った時に意外と体が動けたりします。いろんな筋肉を使えるエクササイズっていうのはすごくメリットがあるので、ぜひですね、日常的なエクササイズに取り入れてもらって、たった10回ですので頑張ってもらえたらと思います。説明欄に時間貼ってますので、そこからね、何度もピッと押してもらったらスタートできます。ぜひご活用ください。1日たったの10回で痩せる体が作れるプランクパイプ、プッシュパイプでした。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。そちらの方でも配信していきますので、よかったら SNS されてる方は説明欄からリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。